います。で、大体あの最近あの、まあ、最近日経新聞でもう AI ってよく出てますし、であの本屋行くと大体なんか AI 経営でか会社を蘇るってあの郷富田さんっていう人が本書いてたりするんですけど、ビジネスコンサルタント。で、大体言ってることって、ごめんなさい、中身読んでないけど、大体あのビジネスコンサルの人が言ってることって大体こんな感じになると思います。第4次産業革命みたいなこと言って、 AI、IoT、AR、VR ってなんかちょっとキラキラワードを言ってですね、あ、ごめんなさい、 AI 業界なのにキラキラワードとか言っちゃいました。で、こういったテクノロジーを使って既存企業を新しくビジネスモデルを再生する。で、新しいビジネスモデルを誕生させて、新規企業が出来上がると。で、こういったあの既存企業と新企業はオープンイノベーションでコラボレーションしましょう。で、その結果新時代の経営みたいな感じになってるかなと。図にすると綺麗なんですけど、もう地に足がついてないと地獄を見ますよ、ふふふと。まあ、大体現場で死んでる方々、エンジニアの方々、ビジネス担当者の方々、よくこういうことを感じてると思います。というわけで、AI 受託開発のアンチパターン、私、ハイロードコンサルティング代表で、実はこれ最近ちょっと作ったばっかりの会社です。で、全能アーキテクチャーっていう、イニシアティブっていうところで広報的な委員長もやってます。で、最近は何だか分かんないですけど、開発マネージャー、広報委員長、研究開発ロードマップとなんかちょっと何屋さんか分かんなくなる、とりあえずコンサルティングっていう感じで生きています。で、ちょっと今日、最初お話しするスライドの中で先に表記についてお話しさせてください。で、基本的には発注側でもビジネスマネージャーをスタッフみたいな感じでこれを P とします。で、受注側、AI リサーチ&デベロッパーという形で A とします。で、こうやってこれをちょっと誰が原因 で何が起きているのかみたいなことをちょっとまとめてみました。というわけでアンチパターン集、心が折れないように心してくださいで、最初一番最初、なんちゃってアジャイルアンチパターン、すみません、アジャイルの話があったのに、やっぱりこれ言うの心苦しいんですけど、やっちゃった人、B&A 両方です。で、大体ビジネスオーナーがトップがビジョナリーようなことを言って、AI の開発を始めようとします。で、現場に仕事が降ってきます。で、現場担当者がよくあるのは、何を注意したらか分からないまま見切り発車、発注しちゃうんですね。で、結果、これ AI 会社側がのエンジニアがですね、アジャイルという右肩のもとにでプロジェクトを推進します。で、これここでですね、とりあえずアジャイルって言ってトライアンドエラー繰り返せばいいじゃんっていう形になるんですけど、これ学習がちゃんとできるようなアジャイルならいいんですけど、何も見立てがないままに進むアジャイルっていうのはですね、結構辛いものがあります。で、結果両方ともひどい目に遭うと、シーンとしてしまいました。で、次、ソリューションブロー、アンチパターン、これ AI 業界にいる人からすると耳が痛いかもしれません。で、やっちゃった人、まあ A ですね。で、何でもかんでも丸々、なんか良さげのアルゴリズムがありますと。これ課題から始まってないことがまずポイントだと思ってください。で、顧客のビジネス課題は掘り下げていなくて、で、結果ですね、なんかエンジニアが検討外れなものをレポートとか作っちゃうことが時々あります。大体最初 のイテレ3ヶ月の POC のイテレーション、まあ、そこが大体無駄になることがよくあるんですね。で、結果ビジネス側の担当者が上長に説明できなくてフラストレーションが止まる。いやー辛いですね。で、結果イテレーションが増えて、まあ、今3ヶ月って言いましたけど、3ヶ月は結構短い、気づくので結構早い気がしていて、結構よくあるのは半年ぐらい無駄にするっていうのがよくあるパターンだと。はい、またシーンとしてきました。で、さっき言った言いましたように、ちょっと目的が曖昧アンチパターンでもあります。で、トップがビジョナリーの話題から具体化されないまま、池谷さんのところ結構すごいなと思ったのは、ちゃんと課題具体化しようと、現場レベルで課題具体化しようとしてるところがすごく良かったわけですね。で、特に経営者が強すぎる場合、それは現場がそのまま意図を汲み取ろうとしてですね、あまり内容を変えようとしないと、それをそのまま丸投げ的な感じに言って、AI リサーチ側が、これ意味あるの、これただの IT 化でよくないみたいな話がよく発生します。結果、狙うインパクトがどこにあるのかわからない、モチベーションが上がらないと。で、また同じような感じで、エンジニアが検討外れなものを作成しちゃって、こういう原因の一つになるわけですね。もう一つ、ビジネス側です。しょぼいインパクト、アンチパターン。これビジネスの企画側とかが結構やっちゃう、たまにやっちゃうやつですね。ソリューション駆動でやっちゃう場合にもよくあるんですけれども、たまにあるんですが、人月20万の作業員が大量再退職しちゃいますと。で、それなので AI で自動化しましょうと。
で、予算の上限はだけども交渉カードなどのためにAI の発注側に隠すわけですね。結果 R&D はやってみようかどうか分かりませんっていう形になって、いろいろと企画するし、もうあの最悪なのが発注した後にあの損益分岐点とのシミュレーションをやるとか、でだんだんあの予算が積み、あの工数が積み上がった後にあのシミュレーションをやるみたいなことが発生しちゃって、結果あの試算してみると100人ぐらいの数百人のオーダーで、担当者が抜けないと結構あの全然取り返しませんみたいな。でそれもまあ、これって時間軸を伸ばせばなんかちょっとごまかしようがあるんですけれど、それはなんかあの最近経営状況あの利益率がきついので1年ぐらいに取り返したいねみたいな話になると、途端に担当者が縦線がちび丸くちゃんみたいな感じで縦線がさーってなるわけです。で結果冷や汗がにじみ出ると。でちょっとさっき目的の話とちょっと近いんですけど、あのこれ AI の課題にまでビジネス課題ブレイクダウンした前提でちょっとお話しさせてください。で目的に合わせて、まあ、課題の全体像をブレイクダウンしていないということがよくありますと。例えばですけど自動運転とかであれば、画像認識、安全性を確保する話と運転の制御する話で、画像を見る話であれば物体を見つける話、人を見つける話で、雨とか、 なんか天候にとか時間帯によって画像の難易度が変わってくるので、そのあたりそれぞれ検証しましょうと。でそれぞれのパターンでどういうことあのアルゴリズムがあるんだっけ、研究事例があるんだっけみたいな感じでだんだんブレイクダウンしていくわけです。でだけど大体の場合は、一部分の場合だけデータの一部分しか取らないし、実にテスト的データなのでみたいな感じで一部分しか取らなくてやっちゃうってことがよくあります。で AI 側は使えば良いアルゴリズムの当たりはつくんですけど、まあ、ただちょっと懸念事項とか検討すべき事項は、まあ、これ一種のプロジェクトのリスクマネジメントですね。それをやらないままスタートしちゃうことがあります。で仮説のない行き当たりばったり R&D が始まり、成果物がちょっと意味不明だったり、まあ大体成果物の報告会が始まった時に、ようやくビジネス担当者が事業課題 の背景とかそういったものを、深掘りして語り始めると。なんでこんなことが起きるかっていうと、 AI ってとりあえずデータあれば何でもなんとかなるんでしょっていう幻想があるから、こういうことが起きています。で、これの話がだんだんあの ずるずるいってるとですね、ずぶずぶ後に聞けないアンチパターンっていうのが発生しがちです。で、これ本当は最初の段階でやらなきゃいけないんですけど、企画した時に開発中止とか事業撤退の KPI を立ててないと、半年以内に大体どれぐらい見通しが立ちそうか、そもそもなんかよく分かんないまま進んじゃってるのか。で、まあ、実際にプロダクトとしてローンチした後にどれぐらい売り上げが立ちそうなのか、デッドアイラインいつまでの経営として待てるのか、まあ、そういったところ経営側とちょっ と企画担当者側がちょっと握っておかなきゃいけないわけですね。で AI 側は大体いつも通り R&D なのでやってみないと分かりませんっていうのがよく出ますと。で結果でビジネス側がですね、 そこに、まあ、仮でもいいから数字を置いとけばいいのに、何もやってなくて、でかつまあ、勇気を持てなくてですね、ビジネスオーナーではないので勇気を持てなくてサンクコストを気にしちゃうんですね。で経営側と意思決定するときの結構やっちゃいけないアンチパターンの一つなんですけど、でサンクコストを気にして正しい意思決定をできないっていうのがよく発生しちゃいます。で、ちょっと次実際に受注してからの話になってきます。で、大人の論理で話せないアンチパターンっていうのがあります。でここにいらっしゃる方は多分大丈夫だと信じたいです。そもそもってビジネスって株式会社の場合なんかも株主に説明責任があって、仕事でも説明責任が求められると、まあ、これ一般常識ですよね。で、大学発ベンチャーとか和光堂のAI スタートアップ、ごめんなさいそこに勤めてる方は、まあ実はそのビジネス経験が少なくてですね、説明責任でどういったところをどういった流動で説明すればいいかっていうのがなかなか勘どころがないんですね。結果として、やっぱりデータがないので、やってみないと分かりませんという金言をもとにしてですね、行き当たりばったり R&D が発生すると。で、レポートが出てきてなんでうまくいかなかったのか、だんだんずるずる伸びてくるとですね、質問しても説明がつかないっていうのがよくありますと。これ、AI に限らず IT なんじゃでも障害が発生した時に根が深すぎると説明がつかないってことがたまにあるんですけど、
同じような感じで説明がつかないと。で、めちゃくちゃ困るということがよくあります。まあ、で実際でもお客さん側としてはなんか ある程度リスクとして認識して握れることがよくよくあって、だけど説明 の仕方、ここからここまでは分かりました、ここからここから先はちょっと AI の中身の話なら分かりませんでした、でその後じゃあ次何し、どういう仮説を立て、どういう改善をしていきましょうかって、そのので次につながる提案ができれば大体いいんですけれども、やってみました、よく分かりませんでしたと、発注するか、こいつ本当に信用していいのかみたいな話にどうしてもなってしまいます。まあ、このあたり、ちゃんと大人のビジネスもですね、会話ができるっていうのは結構必要になってきます。で、これまた若手系でよくある話です。実はプロジェクト管理できませんよ、ちょっと。プロジェクト管理 の基本のキーですけれども、QCDS、クオリティコスト、デリバリー、まあ、納期ですね、スコープのこの4つをちゃんと管理しましょうと言われます。まあ、アジャイルの文脈だと、荒ぶるアジャイル四天王なんて言い方するそうですね、これは。で、これ、研究者系で たまにいるとか、職人系でいるんですけど、クオリティばっかり追求しちゃうんですね。クオリティを追求しちゃって、コストで納期、スコープがとりあえず頭にないと、自分のプライドが先にあるみたいです、クオリティばっか追求するタイプは。でビジネス側は結構あれもやりたいこれもやりたいって結構広い企画側って発散させがちなの でスコープを広げてくるんですね。で結果としてAI 側がバランスを取ってブロックしない、で結果的に言うほどクオリティが高くないっていう、そういう残念な結果に落ちてしまうことがよくあります。で、そんなこともあってもなんかお客様がいろいろ許してくれて、じゃ あの POC 終わりました、製品にしましょうみたいなフェーズが来るわけです。で、その時にコードの低い品質が低いアンチパターンというのがたまに発生します。これどういう時に発生するかっていうと、 POC が、ビジネス側が発注したとしましょうと、 AI 側ってで実はAI のスキルと IT サービス側のスキルって結構分断してることが多いんですね。で IT サービス側と AI 側の両方が分かるシステムアーキテクトがいないっていうのはよくあります。で、この結果ですね、どういうふうにじゃあ設計するかっていうと、マイクロサービスっていう言葉があってですね、なんか、サービスを完全に API で分断しちゃって、分断しちゃって全然お互いに気にしなくていいようにしちゃうと。でその結果何が起こるかというと、実は AI 側でスパディティなソースコードになってメンテナンス不能っていうのが起きるんですね。これ AI で技術力を歌いまくってて IT エンジニアリングを分かってない会社は結構僕将来的なリスクだと思ってます。これで将来の地雷は放置っていうのがよく、もう一個は現場を握れないアンチパターンというのがあります。で企画担当者の言うとおりに作ってみたんですけど、現場と企画担当者が別になっている場合があります。で現場は常に忙しい、で現場の温度感というか想定と結構違うってことがあって、企画担当者のプロジェクト精神力がないと進まないってことがあります。はい、つらつらといろいろ流してきました。で身に覚えのある担当者は経営者のあなた、そして、ニヤニヤ笑ってたあなた、まあ、この会社の人結構たくさんいたと思うけど私ちょっとこの辺りのテーマにして、コンサルティングちょっとやろうと思ってます。でキャッチコピー、ビジネスと AI の間の絶望の谷を橋渡ししますっていうテーマでちょっとやってます。でお問い合わせしたい方は、こちらのメールアドレスまで、ご連絡いただければと思います。結果宣伝になっちゃいました、すみません。どうもありがとうございました。